はいじゃあ始まりましたえっ、ー、と今回はファインドっていうところなんですけど、はい、今回はちょっと特別で出張ファイ,ファインドとはいここはどこですかわかりませんここは石橋垣 <laughs> 池,、ね、池袋店です池袋店はいこれあの元僕がいた場所なんでもう十数年前なんですけど今そこの店長をしていただいてます、はい、稲見さん石橋垣池袋店の稲見と申しますよろしくお願いしますで私店長小田と申します この二人で今回はえっとジャズマスターをやっていこうかなと思うんですけど、うん、私あのねっかるギブソン好きでして、はい、えっとフェンダー無知でございます。え、もちろん。<laughs> そこは。はい。あ、それ言っとかないとあとで、ねはい、あのギブソンさんから怒られて。あ、なるほどなるほど。持ってますもんね、はい、フェンダー。そ、あん。<laughs> 持ってないです。私は言っときます。ギブソンが好きです。 いきなりなるの張ちょっと言っとこうかなと先にで今回そのやろうかなって思うのはそのジャズマスターなんですけど皆さんね今ジャズマスターってすごく使われてる人気ですね人気ですよねフェスとか見るとほとんどっていうぐらいジャズマスターとか使ってるすごい使ってますねそうなんですすごい使ってます人気なんですかめちゃめちゃ人気ですよいや僕はレスポールやっぱ好きなのでだってねこれ昔のギターマガジンですけど逆襲のジャズマスターって言われてるぐらいですから もうめちゃめちゃ人気なんですよ今ジャズマスター一冊で特集が組まれるぐらい人気ですからそんながあるんですね、うん、人気の今話題のですねジャズマスターをちょっと深掘り、はい、していこうかなと思っております今日はよろしくお願いいたしますよろしくお願いしますしますではちょっとまず実機をちょっと準備しましたので実曲を、えー、1964年生のジャズマスターになります。はい あのオリジナルの個体になりますねあ<ら>、ええ、色もオリジナルなんですか、ね、そうですねキャンディーアップルレッド当時のカスタムカラーでマッチングヘッドのちょっとまあレアな一本となってますね今では言うと、はい、これは池袋の在庫で,いいでえっとこれはあの皆さん問い合わせすればあの僕のです <laughs> <laughs> たということでちょっとあの実況を使ってご説明させていただきます。まずですねジャズマスターですね1958年の中旬夏頃ですね、はい、にフェンダー社から発表されております、はい、まあ当時のストラトキャスターテレキャスターに次ぐ機種ということで、はい、当時の最上位機種ですね <laughs> トップラインっていうモデルに当たる機種として販売されております、うん、まあ簡単な構造から言いますとまずスケールですね スケールはまあフェンダーのロングスケールなんで25.5インチのスケールですね、はい、で21フレット仕様、はい、でまあローズウッドシバン。これ実は初めてフェンダーでローズウッドが採用されたモデルはこのジャズマスターです。 ラトとかででもなくジャズマスターが一番ですねあ、まあ、僕の好きなあのギブソンさんに負けじと作ったあでもね本当そうなんですよです、ね、マジでギブソンにバリバリ対抗意識を燃やして作られたモデルって言っても過言ではないただ <laughs> これですねこのピックアップも当時シングルコイルって細いのから、はい えちょっとこうワイドな P 九十ちょっと意識してここもギブソンにちょっと意識しているんですけどもワイドレンジのシングルコイルになったりとかあと独自の回路がこのプリセット回路っていう機構だったりとかあとはですねこのアームの機構も従来のシンクロナイズドトレモルと違った新しいちょっとトレモルの機構ですねこれも後ほどちょっと詳しく説明していこうと思いますあとこの形ですよねちょっと本来の従来のテレキャスターとかストラトキャスターよりかは ちょっと大きめのサイズでです,、ね、ですねオフセットっていう,ちょっとこう左右非対称のボディーが特徴なんですよねこれがまあジャズマスターの,あの特徴と言えるところかなと思います。当時どうううなんんでですすかかねねそういうオフセットっって結構た当時、まあ、これジャズマスターって言われてるぐらいなんでジャズを、まあ、ジャズプレイヤーに向けて作ったあのギターなんで <laughs> 要は座った時に弾きやすいっていう、まあ、ボディー形状を を考慮して作られた形なんですよね。<ー>当時まだこう立って弾く、あのアーティストってのはあんま少なかったみたいなんですよ。うんうん、そのために作った形なんで、結構俺僕でもあれですよ、サウンド好きですよ。あ,ありがとうございます。もともとやっぱり p 90が好きなん。うん、そうですね。あの普通のストラトよりかはちょっとこう甘い感じの音を狙ってるんで。フ、うん、ロントとかね。そうですね。良、ね、くて甘いですよね。ちょっとギブソンにこう似た箇所も何点かやっぱあります。かっこいいな。 ありがとうございます <laughs> 年代によるパーツの違いだってとかえ<い>、えっと、仕様の違いをちょっとずつちょっと説明をしていただきたいんですが、はい、そうですねちょっと、えー、年代をすごく細かく説明しちゃうと時間が足りないので、はい、簡単に、えー、年代の違いを説明させてもらうんですけど、はい、まず58年にジャズマスターが、まあ、初年度ですね、はいえー、発表されます。うん、まあ見た目的にはこういうい感じの うん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 えー、いわゆるアノダイズドゴールドですね。アルミのピックガード、ね、いいじゃないですかね。をアノダイズド処理したモデルですね。こうこういう<あ>こ, <れ S 1> こんな感じのピックガードですね。<あ>まずヘッドですね。ヘッドはあのジャズマスター専用のセミラージっていうストラトよりもちょっと気持ち大きいヘッドコールですね。でえっ、ー、とロゴはスパロゴスパゲッティロゴですね。こはい、でこの 見てください。くるくるくるっていう。これはかっこいい。これはちょっと憧れちゃいますよね。これね憧れ。これやっぱりあのまあ最上当時の最上位機種なんで、こういった装飾っていうのも少しこだわってるんですよね。その辺もかっこいいですよね。58年なんで、まずシバはスラブのローズってですね。ちょっとローズっての厚みがかなり厚手の。ここ見てもますよね。そうですね。ここ見るとスパーンとあの真横に切られてるのがスラブ。で たまぼこみたいですね。ピックガードがあの大豆とっていうこう、まあ金色の。これ、オイズ対策とかですかね。そうなんですか。実はシールディング対策も兼ねてるんですよね。はい。すごい理にかなってるんですけど。これ、えっと、次の、えっと、五十年の初期頃まではこれなんですけど。あの、もう59年の中旬ぐらいから、変わっちゃいます。変わっちゃう。赤べっこ。赤べっこ。いわゆる、これべっ甲柄。べっ甲柄のセルロイドのピックガードに変わります。はい。なんでかっていうと。 使って傷が、ね、手汗とかで酸化しちゃって見栄え的にあんまりね、うん、よくないっていうのですぐにユーザーの声を反映してこういう別光のものに変えますただ別光の下に金属のプレートが入ってるんで、うん、シールディングっていうのはあの効果はあるんですようちの別光ガードのやつもう、まあ、そういう変化が、まあ、その辺もやっぱ考えて,やってる、ね、そうですね60年ぐらいから変わります えと60年から61年ぐらいまでですかね、まあ、大体あのそこまで大きな変化はないんですけど、ね、大体この辺からですねカスタムカラーっていうのが始まりますこれ結構好き一応、えー、フェンダーは57年からカスタムカラーっていうのをやってるんですけど、はい、で当時のこの58年出た時もブロンドカラーって白いカラーですねはいこういうカラーはやってましたオプションで、うん、ただ61年ぐらいですかね からカカスタムカラーーチャートっていうのを発表すするんですよ、まあ、いわゆる色見本、うん、こんなカラーできますよみたいなこのカラーってこういうカラーですよねのそこにダコタレットとか、うん、フィエスタレットとかレイクプラシッドブルーとか、えー、あとはブラックもあるしバーガンディーミストとか、うん、あ,あとこのキャンディアブルレットとかもあるですね。ねっ今はそこがだってめちゃくちゃ金額もやっぱり高騰してますしね、うん、そうなんですよこのカスタムカラーっての、ね、はやっぱり当時も生産数少ないので、うん、あの非常に今でも高騰しているカラー。 ちなみにこのキャンディー・アップ・レッドって一番出たカラーなんですよ。あそうなんですか実は一番出なかったのが緑系ターコイズとかレイクパッシュト・ブルーとかあの辺はやっぱ今でも相当高いですよね、うん、市場でいうと。うん、これが62年ぐらいに6一年ぐらいかなに始まってるんですよね。 え六十二年のえっ、ー、と中盤あたりですかねからえっ、ー、と一個大きな変化があって、うん、指板がスラブさっき言ったスラブからラウンドバリに変わりますラウンドバリに変わるこれラウンドバリなんですよあ,あそれラウンドな <laughs> あ,あちょうどいい,いちょうどいいちょうどいいこれ見てください一直線に切られてたローズウッドが指板の R にちょっとこう沿って曲面を描いて貼られてるんですよねこういったあの違いが出てきます、うんうん、これなんでこれスラブ かかかからラウンドに変えたかご存知ですか分かりません僕フェンダーはちょっと <laughs> <laughs> 知ってるくせに <laughs> そうこれね実は、まあ、メープルとローズウッドの材料の経年変化で段差ができちゃうんですよねここに両方とも円を描いてて貼っるんですよこうすることによって経年変化によって段差が生じなかったりネックの反りに強くなるんで、まあ、理にかなった変更なんですよね やっぱ木材ってやっぱりものによってこう縮みだりとかそうですそうです収縮,か、ね、収縮とか違うんですよねそれが違ってくるんで僕はそれだと思います<ー>いそれですシマン貼る前にロットが入れられるんですよ <laughs>、はい、だからロット入れてからネック作ってからシマン貼れるんで作業効率も実はアップしてるっていう一石二鳥のね、あのタイプなんですよね 結構でもそこであの皆さん音変わるとかってよく変わりますめっちゃ変わりますね <laughs> 言われますね、うん、やっぱローズウッドスラブの方がローズの厚みが太いんで音は甘い、ね、でラウンドの方がンが薄いんで、はい、ちょっとこうカラッとした感じのタイトな感じ、はい、続いて63年ですねはいえ63年いになると,、えー、っとこの12フレットの ここですね、ポジションがあまちょっと狭くなるんですちょっと細かい仕様なんですけどちょっとこう狭くなるような、うん、あのタイプになってますね、うんうん、あ一応木材はアルダーですでこのカスタムカードのブロンドフィニッシュはアッシュ この辺からねアメリカンバスウッドっていうあ出てきますよね、うん、あの木材も使用されてるみたいですそういったあの変更が徐々に徐々になんか変更点が緩いですよねちょっとずつ変わっていくんで、うん、面白いんですよね、うんうん、で,で次に説明する64年が多分一番そういう仕様変更が面白い時期だと思うんですよ <laughs> はい、はいはい、これあのはい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 は えー、いわゆるプリ CBS って言われていうのは、えーまあ、当時のコロンビアブロードキャスティングシステムっていう、はいまあ、テレビ局ですね、はい、アメリカの、うん、に65年にフェンダーは CBS にフェンダー社売却しますちょっと、はい、レオ・フェンダーの体調面とかもあってなんですけど、うんうん、そこから、まあ、いろいろ仕様変更変わるんですけど、ええ、その前の64年 だからちょっとこう変更売却前夜みたいな感じの,あの年なんですけどすごいいろいろ過渡期なんですよ、うん、だからいろんな仕様が出てて、うん、例えばこのソンブレロノブ、はい、65年からなんですけどもう64年から変わってます変わってるとはい、うん、あとこれロゴさっき言ったスパゲッティロゴっていうこういう細いロゴがトラディションロゴっていうちょっと大きいロゴになってます、うん、あのより広告的な 意味合いで文字を大きくして見やすくする。金ロゴとかっていう。そうですね。金ロゴってやつですね。これも六十五年からなんですけど、まあこのロゴ自体は六十二年のジャガーとかに付けられてたんですけど、もうすでに変わってたりとか。これ変わってないのもあるんですね。だからその辺がすごい面白い。面白いですね。それ探して。そうそう。だからこれはこれがレアとか、これが探してる個体だとかっていうので、結構面白い個体なんですよ。でシリアルとかも L シリアル。 はい、63年から65年ぐらいぐらいですかねに付けられているシリアル L シリアル L シリアル,これ L シリアル探してる人もいる <laughs> <laughs> フィンダーカスタムショップでもわざわざ L シリアルシリーズっていうのを出してたぐらいなんでやっぱこういうところもこだわりたい人はいるのかなっていう感じですねその辺が結構面白いですよね64年ってねめっちゃ好き <laughs> 年代から見て買うんじゃなくて なんかこうねクイズみたいな感じで「あ,<ー>あいいなあこれとこれあれだこれもしかして何年かも」みたいなで答え合わせして「うん、当たってた」みたいな,なんか面白いかもしれない、うん、です。で、まあね、過渡期の使用なんで64年でプリ CBS ってやっぱ最後の、えー、要は CBS 売却前の商品なんで CBS に売却されると、まあ、やっぱり生産効率向上とか。 あ,あ,そういったあとレオ・フェンダーのちょっとこう意向がね反映されなかったりっていうのであ<ー>あのちょっとこうだんだん人気が落ちてくるんですよ <laughs> フェンダーのだからプレシーブ最後の趣向業品というか、うん、ああ一本一本丁寧に作ってた時代なんでやっぱ人気高いですね、うん、64年ぐらいまでがヴィンテージとしてはやっぱ価値はすごい高い時期ですねはいあ、はい、これがまあ64年ですねはい、はい、で次は65年ですね65<年> CBS 売却以降ですね、はい これは六十六ですかね。六十六年ね。六十五年と六十六年ぐらいの使用をちょっとこうあの持ってるやつですよね。これはちなみにあのファイネストギターズの在庫です。渡さんのあのお店の在庫ですので、なるほど。お問い合わせください。これが六十六年製ですね。はい。ドットポジションね。これクレードットっていうインレイの材質がパールドに変わってます。はい。で、あとは横ですね。バインデング こっちバイニン,ング入ってるんですよね。六十五年以降バイニン,ングが入ってくるんですよね。はい。そういった仕様変更になってます。うん、で、あとヘッドですね。こっちがジャズマスターのオリジナルのラえっ、ー、とセミラージなんですけど、はい、こっちもラージヘッドです。ラージヘッド。ストラトと同じラージヘッド。はいうん、これやっぱもう生産効率考えてますよね。そうですね。ストラトと同じの使っちゃおう方が絶対にいいですね。そうそうそう。でもそれはやっぱ売却してからの<う>じゃあもっと効率よく作りなさいよっていうところですよねそそ。そうです。 これ分かりやすい。その辺がもうモロに出てるんですよね。うんうん、で、六十六年とかになると今度、まあこれバウンドドットっていうバウンディングがあってドットポジションだったんですけど、はい、あのバインディングがあってブロックポジション、ブギブソンみたいなブロックポジションになる個体も六十六年頃から出てきますよね。かっこいい、かっこいいですね。<ー>で、大体六十六年以降はね、本当すごいマイナーチェンジです。 カードが黒くなったりとかあ<ー>あのまあこのロゴが CBS ロゴっていうのにまた変わったりとかあとはペグが F キーっていうねあの、うん、F っていうマークがついてるような70年代とかにやってるペグはついてないんですよね,すねだんだんこう時代を経ていろいろ変わってくるところもマジャズマスターの面白いとこかなと思いますねだから今の新品もなんか 60s とか。はい あの振ってあるんですけど、結構よく見ると面白いんですよね。あ、六十二年の頃なんだなとか、六十五年のタイプなんだなとか。それのを、あの探してみても面白いかもしれないですね。まあ、ざっと、こんな感じで、周変更ですね。うん、で、この後、あんまり周変更なくて。はい、あの、もうだんだん生産数が減っていっちゃうんで。八十年代に必須すると、生産終わっちゃいます。のままあ、そうなんですか。はい こんな感じでちょっとここ平和感がな70年代とかもあったわけじゃないですかハウスマスターってあんま見ないですよね見ないですね全然見ない多分70年代68年ぐらい前じゃないですかあの市場でたまに見るのって70年代って本当に生産数少ないんで70年っはもう亜ですよね亜ですね亜種ボディんですよねそうなんですだから市場でも見られない ちょっとそれは音楽的背景があるんですけどちょっとそこはまた後でわかりましたじゃやっていこうと思います一旦ちょっとこの年表の話をさせて簡単にですけどねもっと細かい違いはありますそれはじゃあもっと聞きたい場合は稲見さんにねそうですねここにきていただくかまあ自分で調べてもらってそれ調べるのも大事ですからそれで答え合わせしに来てくださいあっそれ白いいですよおもしろいかもしれないじすあ ジャズって、まあ、先ほどちょっとお話ありましたけどジャズマスターのジャズっていうのはやっぱりこのジャズの音楽に向けて作ってる商品かなとこの当時の,そのジャズの音楽っていうのは、うん、やっぱギブソンが強いのかなと僕的には思うんですよ。まあレスポールしかりその上の L5 だったりとかそういうところもやっぱりジャズから来てるんですよね。年代後半に ここで初めて E. S. 三三五っていうのを出すんですね。はい。名疫ですね。はい。まあ、いわゆる五八にはなるんですけど、五十八年。ここですね。ここ面白い。あ。これジャズマスターかぶってやるんですよね。ねそこにじゃ。あ、フェンダーはどういうふうにちょっと対抗してきたのかっていうのをちょっと。稲美さんに、はい。はい。和田さんのおっしゃる通りですね。はい。まあ、ジャズマスター作るんですけど。はい。この時の、この時のジャズ。 のシーンってほとんどがギブソンまたはエピホンユーザー古コ系のユーザーがほとんどでまあもう独り勝ちだったわけですねギブソンとかのそこにやっぱもう気に食わねえとこっちもジャズプレイヤーをちょっと使ってもらいたいフェンダーをっていうのでジャズマスターを作るわけですよ1958年ですねで作るんですけどやっぱソリッドボディなんでこうやっぱジャズプレイヤー 今あんま浸透しないんですよ、ね、<ー>結構保守的なんだはははジャズプレイヤーってそこでまあちょっとこうジャズムプレイヤー向きに出したんですけど違うところから火がつきます、うん、えこの50年代後半の、まあ、アメリカの音楽シーンで考えると、はい、あのインストゥルメンツミュージック、うん、まあ歌がない曲が結構流行ってたんですよデ、うん、ュアン・エディとかサーフィミュージックの元となるような大作、はい、ですねでそこから、えー、ちょっとこう火がつくんですよね そうういアーティストがこれをジャズマスターを使い出していいんじゃねえかと音めちゃめちゃソリッドでいいよねみたいな感じになってくるんですよ。で60年代になると一大ベンチャーズブームサーフィーミュージックがめちゃめちゃ流行るんですよ。西海岸の若者とかはサーフィンか車かスカイダイビングかみたいな。当時の広告見ると サーフィンしながらギターを持ってたりスカイダイビングしながらギター構えてたり<あ>危ないですけどね<あ> <laughs> そういうちょっとカルチャーにそういう若者のカルチャーに向けてやっぱりレオ・フェンダーっていうのはすごいアンテナの高い人なんで、はい、その時にもうサーフィーミュージックが来るっていうのをこう50年代終わりぐらい分かってたんですよ、うん、まあそこにかじを切ってこう推し進めていくわけですね、あのーうん、マーケティングを。はい まあ、そこで、まあ、六十二年になったら、まあ、ジャガーとかも出るんです。これ、これ、なんか完全にサーフミュージックに特化した楽器だったりするんですよね。<ー> <laughs> で、まあ、六十年代、あの序盤で、そういうサーフミュージックが流行って、ジャズマスターすごい人気になります。はいはい、で、さっき言ったカスタムカラーなんかも、やっぱりサーフミュージックで流行ってるんで。あの派手なのが流行ったんですよ。もともとジャズとして出したんで、サンバーストで、別個でみたいな。はい あのカラーだったんですけどはい、はい、サーフィミュージックのアーティストってのは結構派手なのを持つんですね、うん、キャンディとかまあレイクとかっていうようなメタリックカラーとかちょっと派手なフィエスタレッドとかっていうのが流行った時代なんでん、うん、結構この年代だから62年以降のサーフィミュージックが流行った時代にカスタムカラーがすごい多いんですよ。うんうん、ですねったらそのブームもすぐ去ります <laughs> 悲しいことに悲しいですよ悲しいですよ悲しい何があったか65年 <laughs>、はい、何がありました 65年,ですか65年に今までサーフミュージックがブームだった音楽シーンにとんでもないやつが来るんですよ。ブリティッシュインベージョンって言うんですけどビートルズです。ローリング・ストーンズとかもあるんですけどイギリスのめちゃめちゃそういうビートルズとかの,あのすごい流行ったイギリスでそれが一気にアメリカに流れ込んできてもうアメリカ席巻しちゃうんですよ。でもうサーフミュージックなんかやってらんねえよ。<laughs> はい そこでもう一気にジャズマスター人気落ちちゃうんですよね。悲しいですよね,ね<ー> <laughs> で徐々に生産数落ちてきます65年66年ぐらいから。はい、でさらに追いを仕けますで70年代に入るじゃないですか、はい、このまた違うブームがなるんですよ。うん、ハードロック<ー>地味編 あとはディーーパプル何使ってますか楽器ストラトキャスターですよね。だからね、ジャズマスター、さらに人気なくなっちゃうんですよ。だから70年代のジャズマスターがほとんど見ないのは、ほとんど作ってないんですよ。人気がないんで、ほとんどがストラトキャスター。結構ここから不遇の。70年代っていったジャズマスターのジャドチも出てこない。出てこない。ただ、まだ今ね、近年、どん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 またこう、そうなんですただね、だんだんね、やっぱこのね、 火は消えてないんですよ。消えてない。そう。七十年代後半ぐらいからね。また違う音楽のブーム。出てくるんですよね。音楽のブームってすごいですよね。そうそうそう。その生産数とか売り上げにすっごい影響してますよね。70年代後半ね。ニューウェーブっていうジャンルでくるんですよ。今までのパンクの流れに、ダブとかレゲエとか。有名なところで言うとポリスとか。 えっとテレビジョン、うん、エリビス・コステロとかね、うん、でまあテレビジョンとかエリビス・コステロって言ったらジャズマスター使ってますよね,すねそこでまたねちょっとずつアンダーグラウンドのシーンから「ジャズマスター活見じゃない?」みたいな<ー>流れがふつふつ湧いてくるんですよそれが90年代につながるんですよ<ー>90年代といえばニル・バーナーソニック・ユースー、うんうん、マイ・ブラッディ・バレンタインのグランジー・オルタナシューゲイザーのブームが来ますよねで結構こぞってみんなジャズマスター使うんですよ なんでまた上がったかっていうのは、まあ、さっきのそういった音楽シーンの影響もあるんですけど人気が下がったことによって安くなってるんですよジャズマスター<あ>そうだから当時アンダーグラウンドのミュージシャンっていうのはお金ないですから<あ>そういう人たちが何かいい楽器欲しいなっつって変えたその中でも変えたいい楽器がジャズマスターなんですよああはははははハハ、まあ、ムスタングとかもですねジャガー・ムスタング・ジャズマスターっていうのはこの時人気下がってきてるんで徐々に こう上がっっっててていいるうううのはそういう理由もあります今高,いっ今高いですよ高いです90年代以降はもうなんかねあれですよねもう不動の地位というかそうずっと人気,人気で,す、ね、で今ここ2000年代になって日本でもかなりドカーンって若い子今使ってますんでめちゃめちゃ人気ですよねすよ今ヴィンテージの価格も高いんじゃないですかもうびっくりしますびっくりします初年度とかもすごい高いですよね 高いですよ。高い,すよ高いです。<laughs> あでも本当にまあいい答えがあったらちょっとこうそうですね。ねあの本当にか真剣に考えてもいいかなっていうぐらい、うんうん、今後も熱上がっていくだろうという楽器ですね。はい。でまあ本当近年ではいろんな若いアーティストをね使っ,使ってますね、はい。非常にいい楽器かなと思っております。ますはい。はい、このまあジャズマスターなんですけどもえっとまあかなり先ほどもいろんなミュージーさんが使ってるっていう、はい、ところなんですけどじゃこれからジャズマスター 買いたいって言った場合に、ええ、まあ結構まあ僕もそうなんですけど、一番気になるのがまあ減減落ちっていうのが僕はすごい気になるなと。ええ、こ,このまあ対処策とかその辺をちょっと教えていただければなと思いますね。すねあのまず減落ちっていうのがジャズマスターの構造的に、はい、まあ。 必ずじゃないですけど、あのー、比較的起きやすすい現象なんですねんあのこのブリッジがあるんですけど、はい、まあスパイラルブリッジっていう,こうネジで切られてるブリッジなんですけど、はい、まず弦落ちっていうのはガーンと引くとここがこう下に落ちるずれ、ね、るなっちゃいますあとも,ちもしくはこっちがこうなるでチューニングが来るっていうん、のが弦落ちっていう、あのー、現象なんですけど、はい、まあ理由としてはまずこのブリッジがスパイラルっていうのもありますし、うん この従来のストラートとかテレキャスターみたいな裏通しじゃないんで、はい、あの緩いんですねテンションがうん、うん、このブリッジにかかるテンションがすごくなめらあの緩いんで、はい、あの弦がこう強く強くと落ちやすいうん、うん、まあもともとジャズマスターってすごい太いゲージが貼られてたんですねジャズギター用なんでうんだからそういう細いゲージを貼るっていうのはもともと考慮されてないし、はいはい、弾き方もジャズなんで優しいわり、うん、かし。うん まあ、これが近年の演奏法になって、弦語値っていうのが発生するようになってます。はい。ただ、これは、あの、結構対策法っていうのはあります。あります。はい。はははまず、最もポピュラーなのが、ムスタングブリッジ、ムスタングブリッジね。そ、ね、れ結構最近の新品も、もともとムスタングブリッジなんですよね。これ、これとかですかね。ですね。これ、ムスタングに使われているブリッジです。じゃ、じちょっとスパイなのを一回見せていただいて。これが、今でいうと、この溝が一つしかない。タイプですね。 これはやっぱししないいですねしづら溝が一つで深いので、はい、あのそこにずっと止まってくれるのでゲンち。まあ一番簡単な対法も,あのもう根付けでブスタングブリッジ買えばスッと交換できるようなタイプですね。でもう一つがバズストップバーこれですね。これはバズストップというもの、はいまあ、ジャズマスターの,その弱点であったその張力の弱さっていうのをここに一つ鉄の棒をかますことにってこんな感じになってるんですね。 簡単に言うとテンションをかけてるてう、ね、そうですねチョを高めてるでゲームをちを防ぐモデルになってます、はいはい、あとはまあ最近だと、はい、マスターリーブリッジ結構ジャズマスターのブリッジあの変える時に昔はムスタングとかチューンオーマチックとかで変えてたんですけどみんな今もこれが出てからかなりの使用率高いですこれ、はい、めちゃめちゃいいんですよまあこれはも、ま、う、あ、絶対に弦ー落ちしないですよねはいあのステンレスなんですよ あなのでちょっとこうクリアな金属的な音に変わりますまあこれ好みですね、うん、本当にちょっと原落ち気になるなっていう方は変えてもらってもいいと思いますただまあもしビンテージ使ってますよって方は無理して変えない方が音はいいですよね、うん、やっぱ当時の金属なんで実際音がいいって言ってる人も多いんですよね、うん、だから変えないにしろ溝をちょっとこうヤスリで削るとかそういったあとは ネックのここにシムを挟んでテンションをかけるというやり方もありますし、あとはあの日本のジャズマスタープレイヤーで有名な田淵久子さん、はい、はい、あの彼女はここのイモネジを交換してるんですよね。ここ交換してここにイモネジが飛び出るようにしてるんですよ。はい、この弦落ちしやすいこことこっち行かないようにここに長いイモネジを飛び出せて壁を作ってるんですよね。で弦が落ちないようにしてる。うん そういった工夫っていうのもあるんで変えなくて済むんだったら変えない方がいいです、うんうん、音的には私もこれ変えてないですなんかそれ音がいいのかなっていうなんかああこだわりですねオリわりとかい方がいいなっていうだこだわりで、ねはい、そういったあのまあ対処法はありますのでいろいろいじってみてなんか自分に合う対処法を見つけていいいま,すまあっ、ね、そう簡単に戻せるんでそ,そこが結構大事ですよ,面白いですよね次はですねトレボロの 仕組み、あとは、一番冒頭で言ってたこのプリセットとい,い,い,、はい、いうところをちょっと説明していただければなと思うんですがまずじゃあプリセットですねこれ本当フェンダーの中でもジャズマスターとジャガーしかついてないぐらい独特な音です、はい、あの回路なんですけど、はい、えっとまず今、下でオフ上でオンですね、はいはい、オフにするとあの普通のこっちの回路がアクティブになってます。うん、普通にフロントととかかリアとかは、はい あとボリュームとかーム、はい、トーンとかなんですけど、うん、オンにするとこっちにする効かないですもう完全にキャンセルどうなるかっていうとフロントマイクの個別の回路になります、はいはい、今フロントマイクしか鳴ってない状態ですねフロントマイクの個別のボリュームと個別のトーンですね、うん、はいで同じフロントなんですけどでもオフにした時のフロントフロント、うんはい オンにしのフロントちょっと音甘くなってますね中に入っているポットの抵抗値が違うんでちょっと音丸くなりますそれもまあジャズに向けて何か音さらに甘くしてっていうことだと思うんですけど用途としては当時はアンプのまだ切り替えスイッチとかエフェクターってないですからソロとバッキングの切り替えとかってもうここでやるしかないんですよボリュームでそれを例えばこっちでバッキングの音作っておいて そろの時に一気にみたいなそういう弾き方が出てできる、ね、まあそれようにあの作った。まあ当時のフェンダーの副社長ですね、フォレストホワイトっていう人がフェンダーに持ち込んだって言われてるあの当時としては画期的です機能ですよね。今使ってる人いないんじゃないですかね。最近のフェンダーはもうないですからね。あ,あ、な、本当ですね。<laughs> だからもうフェンダー社がもうこの回路は今使わないだろうっていうことであまあ。 たこの回路も実は結構おもしろくてライブでは確かに使いづらいかもしれないですけどレコーディングとかだと意外に活躍する場面もあるんじゃないかなと思いますすすねね面白いいい回路だと思ま次にトトレレモモででこれれも新し専用作らたすね。 あの従来のフェンダーの、えー、ストラトキャスターのようなすごい深いアーミングみたいなのはかけられないんですけど、はい、すごく緩やかな感じのアームですね。こういうい、うん、ちょっとれる感じの感じ、ね、はもともと当時のフェンダーってすごくて当時からそのユーザーの声をフィードバックしてそれを全部製品に反映させてたんですね。当時そのまだ 激しい音楽、いわゆるジミヘンのアーミング使いとかヴァンヘイレンみたいなプレイみたいなのをやってるしないですから <laughs>、うん、だからいわゆるジャズとかで人気があったアームって言ったらギブソンのビグズビーですよねあそうですね紹介、はい、してたものですねそれに似たアームをつけてほしいっていうので作られたのがこれですね、うんまあ、ビグズビーもこれもやっぱちょっと緩やかなアーミングという,、ね、うですかあんま深くグワングワンやらないじゃないですか,、うん、すか本当に優しく、うん 付け加えるって、この優しさ。そうですね。優しさ取れもの、優しい、優しさ、優しい、優しさ、取れものって言います。はい、これからも。<laughs> <laughs> ちょっとこれ、手に持ちながら、弾くだけで、はい、あ、いいですね。すごい、ほわー、ほちょっとビビるとかかったような感じの音になるんで。うんうん、面白いんですよね。その辺、なんか、こう、実験的な、あの、楽器なのかなって感じですね。うんうん、で、ちなみに、トレムロックってのついてて。はい。これね。 アームを倒しながら、あの倒しながらはいねカチってできるんですよ。するとアームが固定されるようなつになりますんで、まあ例えば弦が切れた時のチューニングずれなかったり、アームの無駄な動き制御できるんで、まあそもそもチューニングがね精度良くなったりっていうのがあるんで、アーム使わないよっていう方はロックしちゃってもいいかなと思います。こういったあのちょっと魅力的な機能もつけます。はいこれがちょっと独自の機能ですね。はいありがとうございます。はい。 ジャズマスターの、えー、紹介をしていただきました。皆さんあの非常にこれためになったんじゃないかなと思います。まあ、次回もねいろいろこういうねコラボレーション的な。うん 店舗をまたいでの、やっていっても面白い。のかな白いで、ね、と思います。ので、はい、ありがとうございます。こちらこそ、ののちょっと駆け足で、だいぶ駆け足だったんですけどね。はい、あのより細かい話、もしよければ、店頭に来ていただければ。あのじっくりと、あの、お話しさせていただきますんで、ちょっとジャズマスターね。はい、欲しいなとか、ジャズマスターに語りたいななんていう人は、ジャズマスター以外でもいいんですけどね。フェンダー全般、語りたいなっていう人は、うん、ぜひ石橋楽器、池袋店、お越しください。<あ>よろしくお願いします,いいいます。ではですね、えっと、チャンネル登録、えー、高評価ですね。はい。 えー、よろしくお願いいたします。皆様。はい、よろしくお願いします。お願いします。ございます。ありがとうございま,ございました。